マーケットアナライズプラス b s 1 2エ1 2毎週土曜日昼1時放送。 鈴木さんが選ぶ今週の良かった銘柄と悪かった銘柄を発表する鈴木和樹の今週の MVS のコーナーです。お願いします。はい。まあ個別銘柄中心の展開です。7銘柄です、ね、まずこちらは代表選手です。トヨタ。トヨタ自動車がこれでまあ今週もそうですが上場来高値を一貫して更新し続けているという動きです。そう日経平均が3日間で2000円下がるっていうのはまあ大体この辺りでした。で5月の12日ゴールデンウィーク明けにトヨタは水曜日にダラバ中に決算発表を行いましてその 2000円安の渦中でトヨタの高決算を交換する形になりましたねマーケットに安心感を与える2 0 2 0年来年度来年度にはトヨタの生産台数が1000万台を超えてくるというアナウンスもあったりなんかしまして最これアメリカではフォードが1日で株価が7%上昇したり。はい GM が3%上昇するとかですね世界的に自動車株が全てではないのですがかつての n ニオとかニコラとか EV 関連銘柄が再び浮上し始めて、まあ、環境対応者に力を入れているところというのが世界的に見直されている動きというのが出始めてていいいますはい、続いて H は続、い、HIS これはやばいワクチン接種がなかなか日本では進まなかったものが一 木に進み始めてる、まあ、特に東京と大阪が大規模接種会場を設けて、まあ、予約を受け付けて、まあ、当初混乱すると見られていたのが意外と順調意外とって言ったら失礼ですが順調に進んでいる、うん、地方でもまあ高齢者の方の接種をもう一通り目処をつけてで65歳以下の方にも早くも接種を始めようというところが出始めているというところがワクチン接種後の動き、まあ、日本でもワクチン相場というのが始まってますね <S、うん、<S h s これ旅行会社、えー、あのこれはマザーズメーガンを含めて旅行会社が今週は非常に大きく動きました。えー、大きい 当初一部はリクルートホールディングス、JALAN を展開している、それから JALANA ホールディングス、まあ、この辺りはしっかりした動きになってきています。はい もう一度同じようにこれ一家ダイニングプロジェクトこれ外食、ですね居酒屋さん今最も厳しいと見られている居酒屋さんがやっぱりこれも恐れ恐れですが徐々に出てきますこれあの博多劇場焼き餃子のおいしいところもつ鍋屋さんですよねこういうところもあの業績非常に厳しいという状況が続いているんですが株価の方は動きが始まっているといった展開です。はい それからこれグループですこれあの、まあかつて老舗のベンチャーキャピタルというところですねこの JAFCO は今ベンチャーキャピタルとしてはなかなか市場では大きな位置は占められないような状況にきているしかし一方でこの6月に入りますと IPO 市場が再び活性化するように IPO が再開されるようにこのスタートアップ企業の動きというのは相当活発化しているという動きの一方であります。うん、で歴史的に振り返ってみますとこのの株価が安 たいな時というのは、マーケット全体が安泰なんですよ。<ー>で、どっちが少しだけ先行したくと。まあ、じゃ。 こうがこー下に下がり始めるようなことになると、うん、マーケット全体もちょっとだけ遅れて下がるという傾向を見て取れる去年の暮れ、えーまあ、このバイデン政権スタートの去年の11月ぐらいから今回上昇相場始まりましたがあの時4000、うん、円ぐらいだったジャフコが今8000円まで来てますので,あですまあこの半年間で2倍ぐらいまで上がってきてるんですね経平均3日で2000円下がったという時もさほど大きな惜し目は作らずにまた高値を取ってきてるだから先行きもう少しマーケットは全体に安定した動きが続くんじゃないかなと期待がありますね。はい えっとこれ大真空です、これはあの水晶振動子という無線機器で欠かせない部品を作っている会社です。まあ、前期、21年3月期赤字決算で今期は黒字浮上という面が出てきてこれなかなか半導体不足でアップルでさえ iPhone を生産調整しなくちゃならないかというところでしたがこの大真空のような無線機器に必ず欠かせないような部品を作っているところの株価がこういう動きを示しているということはまだ正確な統計はないんですが少しずつ半導体不足に目をつけてメドをつけて そうやっぱりこの 5G 忘れてしまっているのは 5G 関連銘柄というものに対しても動きが始まっているようなところが見られますね。はい で一方で悪かった銘柄ですはいこれ名古屋鉄名鉄ですね、はい、この MSCI です銘柄入れ替えで日本株では29銘柄が一遍に外される除外されるという動きがこの5月の11日に出たんですねその時名古屋鉄道も外されてしまうというところからずっと売られてしまったところが実際に外されるというのが今週の木曜日にあったわけですが<っ>まあそれに先駆けて少しずつ浮上するだからこの一貫して外されるというところで売られてで今実際外されたというところで事実で買い直されるという動きが 始まっているようです、はい、ですすこれは第ね日本でもモデルナとそれからアストラゼネカのワクチンを国内生産というのは,要は厚生労働省認可されるという動きになりますがただ、アストラゼネカ製のワクチンに関しては当面は、まあ、国内供給見送りということになりまして、うん、生産を担うはずだった第3競が少しずつ売られてしまっているというマーケットアナライズプラス BS1212 毎週土曜日昼1時放送。